親を亡くすなどした子どもの進学を支援する足長学生募金が、きょう神戸元町で2年ぶりに行われました。足長育英会の足長学生募金は、毎年春と秋に全国およそ200カ所の街頭で行われていましたが、新型コロナの影響でおととし10月以来中止されていました。神戸元町では今日午前、2年ぶりに街頭募金が行われました。親を亡くしたり、親に障害があったりして足長育英会の奨学金を頼りにする子どもは、県内では先月時点で529人と過去最多に上っています。さらに高校生の保護者へのアンケートでは、平均手取り月収はおよそ10万6000円まで減っているということです。僕自身もお父さんを亡くしてしまっている意地なんですけども、本当に親を亡くしたりとか、親を障害を負ってしまうということは本当にある日突然起こることであって、どうか他人事にするのではなくて、どこかの誰かがその支援を必要としているし、何かを求めている人たちがたくさんいる。募金にご協力いただけたらすごく嬉しいなというふうに思います。足長育英会はインターネットからも募金を受け付けています。